ニンテンドー 3DS ニンテンドーネットワークニンテンドーネットワーク IDWiiU ニンテンドーネットワークニンテンドーネットワーク ID ニンテンドーネットワークのロゴニンテンドーネットワーク ID は主に WiiU 及びニンテンドー 3DS シリーズニンテンドーなどのマルチプラットフォーム上で使用されるユーザーアカウントシステムニンテンドーネットワークのサービスを受けるために必要である ニンテンドーネットワーク ID は、主に Wii U 及び任天堂 t e ー 3DS シリーズのゲーム機でネットワークサービスを利用するために必要な ID であり、現在は Wii U と任天堂 t e ー 3DS シリーズ本体からのみ取得できる。任天堂ネットワーク i d を登録すれば、任天堂 e ショップやマバースなどのネットワークコンテンツにて購入や投稿ができるようになる。また、Wii U。 ニンテンドー 3DS シリーズ向けソフトのインターネット機能を利用したり、購入したダウンロードソフトやチャージした残高を管理したりする際に必要であり、ニンテンドースイッチやスマートフォン、パソコンなどで使用するニンテンドーアカウントとは異なる。Wii U とニンテンドー 3DS シリーズでニンテンドー e ショップを利用している場合、同じニンテンドーネットワーク ID を双方に登録することによって、 それぞれの残高を合算、共有して利用できるようになった。また、任天堂ネットワーク ID と任天堂アカウントを、それぞれ連携させれば、同様に、任天堂スウィッチの任天堂 e ショッ e の残高とも、合算、共有して、残高を共通で利用できる。任天堂ネットワーク ID を作成するには、メールアドレス、都道府県情報、生年月日、性別が必要である。また、 利用にあたっては、作成時に、任天堂ネットワーク利用規約に同意する必要がある。任天堂ネットワーク ID は、任天堂 3DS シリーズ本体1台につき1つ、Wii U では、ユーザーアカウント1つにつき1つのみ登録できる。一度任天堂 t 3DS シリーズ本体に、登録した任天堂ネットワーク ID は、他の任天堂 3DS シリーズ本体には、 登録することができず、複数の任天堂 t e ー 3DS シリーズ本体で一つの ID を共有することはできない。また、Wii U の場合も、一人でも Wii U 内のユーザーアカウントに登録した任天堂ネットワーク ID は、他の Wii U には同時に登録することができず、複数の Wii U 本体で一つの ID を共有することはできない。そして、一度任天堂 t e ー 3DS シリーズに、 任天堂ネットワーク ID を登録すると他の任天堂ンドー 3DS シリーズからソフトとデータの引っ越しにて引っ越しを行うことができなくなる。そのため他の任天堂ンドー 3DS シリーズから引っ越しを行う場合は任天堂ンドー 3DS シリーズ本体の初期化を行い本体の登録を解除するか任天堂ネットワーク ID を作成する前に引っ越しを済ませる必要がある。 一度作成したニンテンドーネットワーク ID は変更することができず、ID を消去する必要がある。現在、無料のダウンロードソフトや体験版をダウンロードするには、ニンテンドーネットワーク ID の登録が必要になっている。A B C D E F G H I, J, K L ニンテンドー d s ニンテンドー d s LL ニューニンテンドー 3DS ニューニンテンドー 3DS LL Nintendo 2DS, New Nintendo 2DSLL 登録しなくても利用できるサービスもある。マバースは2017年11月8日をもってサービスを終了した。実際に作成するときに入力する項目は、青年月日、性別、お住まいの地域、Nintendo Network ID、パスワード、メールアドレスの6項目である。AB、Nintendo Network 利用規約。 任天堂サポート。o s u p 2019年12月25日閲覧 Wii U では1ハードにつき12人のユーザーアカウントを作成することができるため1ハードで最大12個の任天堂ネットワーク ID を登録することができる AB 新しい本体を購入した場合はソフトとデータの引っ越しを利用する必要がある有料ソフトは登録しなくても購入することができる ありがとうございます。